シズラ、または、シズラカロンジは、ジャマイカセントメアリー教区出身のレゲエ歌手、DJ。非常に多作なことで知られる。シズラはセントメアリー教区の熱心なラスタファリ、運動家の両親のもとに生まれ、両親のように、ボボアシャンティ派に加わった。キングストンのオーガストタウンに引っ越したシズラは、デュヌーン高校に通い機械工学の勉強をした。ライブ中のシズラシズラは、 ケーブマンハイハイというサウンドシステムで DJ 見習いをしながら音楽のキャリアを積んでいった。シズラはキャリアの最初期からメッセージ性の強い歌詞を歌っており、1995年にはザガローレーベルからレコードデビューし、デビューアルバムとなるバーニングアップを発表する。シズラはその後、ボビーディジタルディクソンの下で数曲のシングルを発表し、 ルチアーノラアーティスト仲間と共に注目を集めていった。同年、シズラは、アーティスト仲間ジャーメイン・フェーガンの紹介で、サクソフォーン奏者のディーン・フレーザーと、エクスターミネーター・レーベルの主催者であるフィリップ・ファティス・バレルに出会った。シズラにとってこの出会いは、大きなターニングポイントとなり、1997年には、ライク・マウンテン、バビロン・カウボーイ、キングス・オブ・ザースや、 ルチアーノとのコンビネーション曲、ビルド、A Better World をヒットさせ、プレーズイージャーと、ブラックウーマンチャイルドと、計算前、1998年から1999年にかけては、フリーダムクライア、ロイヤルサン・オブ・エチオピアなど12枚以上のアルバムを発表し、2年連続でモボアワードのベストインターナショナルレゲエアーティスト部門にノミネートされた。しずら人気は、 アメリカ合衆国にも拡大し、ビルボードトップレゲエアルバムチャートに最高を超えを記録した、ワーズ・オブ・トゥルースなど、通算21枚のアルバムをチャートインさせている。シズラは、宗教的理由から、同性愛に批判的であるが、同性愛者への暴力を煽るかのようなその歌詞は、しばしば批判、抗議の対象となっている。2004年には、イギリス公演が2007年には、 カナダ公演が2008年には、スペイン公演が2009年には、ドイツ公演が同性愛者団体の抗議活動などによってそれぞれ中止されている。シズラはオーガストタウンのオーガストタウンロード42番地にジャッジメントヤードと呼ばれるコミュニティを作っている。ジャッジメントヤードにはシズラの自宅とスタジオ兼レーベルである。ありがとうございます。